なんでわかったの？自分こういう衣装が欲しかったんだ。ありがとね。白熊の熊作は自分が勝手につけた名前なんだけど、そう呼んでいいよね。で、熊作はね、まだ小さいけどでっかくなれるよう毎日頑張ってるんだって。自分も負けてられないって思ったぞ。プロデューサーも熊作の飼育員さんに負けないくらい自分を見守って応援してよね。ライブ楽しもうね。常夏の海の魚も北